さあそしていやここキルジョイ抑制から入っていくか。あーうますぎる。サイトの中のエントリースキル合わせうますぎだろ。しかしロアに入ろうとしたところマーケットからの茶筅のカバーがありました。ナノスワームで溶けました。うまい。サイトの中まだ耐えているバーサックス。しかしここは囲い込まれてレビアタン、フォックスが落としていきます。さあ状況2対1。そうですね、パラノイアもありますし決めましたね。設置に対してパラノイア、ここは食らってしまったが、まあね、オートランスにギリギリ逃げ込んだ。10秒。そしてサイトの中とのフェイマズ、うん、ただここはまずオールドローンを流していく形でしょう。前に出るかどうか。前に出た。うまい。アップドロップバキのエンデュースモークからの武器回収。完璧。完璧だ。鮮やか。そしてエイミンまだ守っています。うますぎそれ。いやこの一連の動きパーフェクト。ほぼソルダムだったな。いやこれワイン体力5なのでフラグメント1つ投げ込まれるんだけど、うまい。ここはフラッシュカバー。シュダフラグメント1つ目の爆発で持ってかれてる。でもこれ時間めっちゃ引っ張ってるから残り25秒で KO に気づけないだろうね。うわここ勝ちたい気の白。ここは仕掛けた寿司ボーイズが勝っていく。 KO に気づけないねやっぱ。そしてエントリーの右側のポジション、うまい。ここは捕まえていたが、ここはトリプルキル。素晴らしい。僕するんですけどかなりワンチャンスショットしてますね。さあそしてタレット干渉を狙っていたシロ、ここは的確に持ってきました。そうですね、もうあのポジションのキルジョイはなんかやられるイメージしかないですね最近だと。さあしかし一人失った状態でフルセンス4名でのエガーエントリー。ハンターズキュウイのカバーもありますよ。メイン側へのパラノイアは食らっていませんでした。ここはクロコン周り立ち回っていくわ。うまい。ジョーンセン昨日ボコボコにされて、サイトの中での打ち合いをうまくハンターズヒューリーとボコボコにされたら次の試合まで響くよね。この人数差大きいですね。こちらもハンターズヒューリー13-0されたら響く。おっと1キル生まれれば。あー惜しい。一発ヒット。ここ1キルするかしないかめっちゃでかかったな。でもヘブン1あー強い。さあしかしメイン先置きだね。あー体力9は無理だ。そしてレビアタン、これは刺さりそうな配置ですよ。さあこれアッパー側にいた白は逃げられない立ち位置でした。ディフェンダースポーン側からスモーク抜きを狙っている MC リスラッシャー、1人は捉えた。うん、これで人数イーブンにしたの大きいですね。いやーさすがにロックダウン打った方が間違いなかったと思いますけどね。早めのリテイクが始まる。スイッチ前エントリーパラナイアをもらってボートハウスからの PTC、 まずはアッパー仕掛けていきました。さらにはミッドから回ってきているフォックス、ここでダブルキルもぎ取った。 A メインリコンフラッシュ、レッドブルいつだか分からん。1秒切ったのは寿司ボーイズ。白がかなり強気に B メイン行きましたね。先ほどはここで白勝ってましたけれども、これ逆に負けてしまうと B メイン側に人数もう一人割かなくてはなりません。あどうだ今の一瞬見られてない。これはデスビュー位置は隠れている。ただクロコン回ったところをジョールセンが警戒できました。強よく生き残ってるな。アップドラフトで逃げたところは PTC。 ここはバーサックスオペレーターセーブでの判断となるでしょう。ここでヌルコマンド PTC フェイクに使いますね。オールドローンとともに道を作っていくように見えて、ここはフェイク。しかしミッドプッシュのタイミングはマーケットにいるポジション、ここ重要ですね。バーサックス潰した。そして B メインバーサックス守り切りました。いやーこれメインホールド偉いな。このポジションを守ることによってロックダウンが使えます。そうですね、設置後 B メインに打つというのがもうかなり強いですからね。さあミッドの打ち合い、プレデターリーグっていうのもあるんだ。 PTC 挟み込まれています。パラノイア、いいパラノイアだ。うまいね、完璧ですね。あーうまいね、うまいね、うまいね。そしてうまい、無理。ロックダウン破壊しに来たところはあれは無理だね。どうしようもないわ。のそしてこの後はナノスターム2つあります。さあスモークを焚いて強引なエントリー。しかしスイッチの部分にもナノスターム。さあそしてシャッターが上がりました。でそこに飛ぶんだゼスビユー。さあスモークの中仕掛けたところ、いやーこの体力でワンキルできてんだったらね。うわもうみんなが一人一人最高にいいプレイしてるな、ね、体力も少し削られてはいましたが十分です。残りは設置を狙っていましたフェイマズ。パラノイアをショート側に入れてすでにジェットジョーンセンをサイトの中に入れました。これに対してはカウンターパラノイア、しかし当たっていません。おお生きる。一度テールウィンドで引いていくところですが、すでにサイトの中打ち勝っているのはフルセンス。ただフェイマズ1キルを返した。寿司ボーイズの位置は見えてないんじゃないか。いやピンを刺してますね、はい、見えてると思います。でこれは正面で釣ってで上下2段のダブルピーク。いやこれはいい1キルですね寿司ボーイズ。さあそしてこの後はフェイマズ武器回収。それワンワンになっちゃうよ。上からブレーンストーム発射。
今の俺飛ぶべきじゃないと思うんだよね。これ後面がプラントに対してポジションめっちゃいいんだけど、あれ飛んだ瞬間にワンオンワンになっちゃうから、本来だったらこれもっと不利になってる可能性高かった。しかしここからのスモーク非常に強力です。さあすでにアタッカーサイドブーム始まっています。フラッシュドライブ、リコン、そしてフェイマーズのエントリー。始まったタイミングですが、フラグメントによって1キル生まれています。フィフィシトルからジェット、この立ち位置珍しいですね。さあしかしサイトの中への攻略はすでに完了しているが、背面のリテイクですでに1キルもぎ取り、 3on3 の場面。あ、今裏画面いったんだ。ただが抜きも発生して体力は少し削られているか NC スラッシャー。何その触達、返しのアビリティブームありませんね。さあフルセンスもアビリティ全て使い切りました。これ NC スラッシャーが重要ですね。まずは白、人数有利はブーム。あ、強い。さあそしてアッパーが守り切ってる白。再びショックボルトを合わせたトリッキーなプレーです。これでスモーク展開はかなり痛いですね、寿司ボーイズ。さあタレット上がったタイミングでしたが、ここは破壊されました。さらには NC スラッシャー、ちょっときついね。フルセンスもうショートにピンが5個立っています。これはもう PTC の位置すごいぞ。いや、これパラノイアセットアップしていたオグメタっていうのはちょっと違うなとは思うけど、ここはもう入るしかないブームでしたが、まあでもやっぱリーグをやればやるほど対策されやすいから、この上の立ち位置警戒できるか。おお、いいね。チームとしての強さが分かんないよね。しかもバーツアークスの位置対応そう。まずはリコンボルトカウンターで返していく。そして下から抜き放題。これはブームだな。映っちゃいましたね。の攻略ができたんですよね、ブーム e スポーツ。ここここですね。2人で同時にピークしたので、どっちを狙えばいいかレビアタンとしても分かりづらかったですよね。さあすでにマッチポイントです。ガーディアンによってダメージをばらまいている寿司ボーイズ。さあしかしヌルコマンドによる素早いエントリー、スモークエントリーのタイミングは崩しましたが、すかさずカバーが入りました。続いてのフラッシュドライブエントリーはローアニルスボイス、そしてボックス。これでジェット KO の情報をつかめましたね、ブーム e スポーツ。これを受けてミッド進行を優先。アランボットが反応、フェイマスマーケットの中に入っていくところは一度フォックス、またこれもディフェンダースポン側から初戦を通していました。ただフルセンスとしてもまだローテートの可能性があるので寄せきれませんね、なかなか。あ、映った。シュラードステップでギリギリ逃げ切ってはいるものの、デスビュー限界ポジションです。5人寄ったフルセンス、いやこれは無理だ。ディフェンダースポーン、スモーク一つで3人を抑えています。おお、目撃、ちょっと待って、噛み合った、まずいぞこれ。あぶな、いやー対応した。さあオペレーター捉えるか、スモークテールインドル入った先を狙っている。クロコンの裏姿が上がった。しかしここは両者痛み分け。そして待っ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 て、どういうことどういうこと、してらブーム、なんでそんなしんないんだ。しました、完璧な有利状況を作りましたね。おお、スシボーイズ抜いた。これでアンダーヘブン抜くようなことがあればワンチャンスありましたが、足音は十分聞こえています。デスビュー、さあそしてロックダウン上から PTC1 キル返した。このロックダウンはさすがに時間制限がある。その状況で最後は白、さあ両オーブ回収、そして A 側のエントリー、オールドローンを下側に回してワイヤーカットからの仕掛けでしたが、レビアさんサイトの裏から守りきっています。ただパラノイアとのセットアップでエントリー自体は成功しているブーム、フォックスをもぎ取りサイトの裏まで白が攻略していきます。さらにはリコンボルトをタワーに投げ返してのエリア取り、完璧です。あとはバーサックスいるの分かっていたか。2度目のフォールトラインが上がったタイミング、 PTC 取り返し、サイトの中へのフォールトライン、そしてジェットのエントリー。さあ飛び込んでいったところ、寿司ボーイズこそ落とされましたが、フルセンス打ち勝っています。 1V2、 これあとはもうスモーク抜き勝負になりますよ。さあヘブン、頭一つ見えてるライン感はジョン・オールセン。フェイマズがどれだけミッドを持ちこたえるかにもかかってますね。ケージのタイミングで位置はおおよそ割れています。ただリスクを犯して飛び出した寿司ボーイズ、ここは1-1トレード。さらにはレビアタンがミッドで1キル回収しています。ただフェイマズもスモークがギリギリスポーン側にたける位置でもありますね。さあカウンターリコンボルトを狙っていましたが、ここはパラノイアで視界が奪われています。あとはこのサイトラで耐えているデスビューの立ち位置、1人を貫いた。ここはフォックスカバーです。ただロングレンジバー作成、スパイクへの干渉を許しませんでした。うわいいリコン、さすがにさらにはデンジャーから戦術も使っていましたね。アドバンテージあります、ないと不公平に感じるけど、あと2マップバンできんじゃないかな。さあそしてライブラリにフォールターンを入れての勝負でしたが、誰も映っていません。問題はエンドシースラッシャーがオーブを取ってのセットアップ。
さあサイトの上取らないか。2人の位置がバレた。しかしこのポジショントラップワイヤーか。強い頂点ダブルキルをもたらしての引き切り。足音は聞けてますよレベタン。ただアビス非常にこのシフトにも時間がかかるマップですので。ただレビアタン1キル取ったことによってこれフルセンスも B に戻る余裕さえありますね。キャットウォークから NC スラッシャーダブルキル崩れた。最強後で崩壊してしまった。あこれ音聞かれたね。ブレイクしました。後衛に乗ってしまったというテレポートだったと思います。さあ裏側仕掛けてきているところディメンショナルドリフト。安全に下がることを優先したか。いや完全にストーキングしています。そしてベントとの合流ちょうどこの後フェイマズが、うんね、ゲートクラッシュであれば、うん、落ちずにこう前に行ってくれたりするんですけども。なんでダイヤットそしてベントここ警戒されていません。後ろを取ったジョルテンダブルキル。わスカサ3人目を狙いに行き、さらにはバーサークスのラーク、このポジション警戒されています。ジョンオルセンキャリー、さらにはクワドラ。さあ流れを掴んでいけるかジョンオルセン。あーいやどうだこれ。クナイはもう投げ出した。エース惜しいよな。 1V3 体力はかなり少ないフルセンス側。おー救った。最後はジョンオルセン A 回収からの早めのセットアップ、平時を2つ強引に使って入り込んでいきます。いい耐えスモークでしたが落とされてしまった。 TP などを生かしたサイト上取りのセットアップでした。さあ PTC ここは一度味方と合流するために引いていきます。さあアビリティは大量にあるがフェイマズはこれアルティメットもありますからね。しかもバンダル持ち。さあ3人がメインに入れ違ったけど、うわー入れ違ったとこ打ち勝ちました。そしてノットレッドヘッド上がっています。さらにはバーサックスメインから抜いている。抜き放題。バーサックス見えてんのかそれ。そして最後バーサックス、さらにエリアを広げていきます。ガツガツいきますね。ここクリアリングできるかどうか。シークレット手前までは来ている。セキュリティポジションにいる NC スラッシャー。そしてシークレット周り、ここは警戒しています上野店。さあスラッシュとともにリテイクが始まっています。サイトの中ただ全員がメインに引いているこの現状。スモーク抜き合戦ですねこれ。ローリングサンダー、おーおおビディシ強っ。打ち合いはフルセンスが一番強い。まあ、SPG のやつらも相当強いけどな。すでにボトムまでたどり着き再びベント周り。バーサークスの立ち位置重要すぎますね。裏をどう対処するかブーム。いやバーサークス潰しが始まっています。ブリーチ、そしてジョールセンさすがに強いな。バーサックスを潰しに行きますが、あーそれ倒せないの。そしてタイトルの中白、あー落ちベントチキンに回っているスシーボーイズとの当たり合い。ジョールセンは落としています。ニューラルセフト、おーまあ無理だな。レビアターンは落とされています。さあそしてスモーク抜けのタイミング ZBU。 逆にジョン・オルセンをこう挟むような配置になりましたからね。目がいて打ち合い方うまうまいですねピークの仕方。先日ブームがよく見せていたセットアップです。重要なのはフェマゼ、この打ち合い勝ち切ります。大きすぎる。さらにはピックミアップの体力があるうちにもう一勝負仕掛けていくか。リンク前待ち受けるはブレードストーム。ここは飛び交いながらジョーの戦対応はできましたが体力は削られました。サイトの裏までゼスビーユー到達すること成功です。さあスモークを抜けて戦いに来たゼスビーユー、ここはスシボーイズのポジションを潰しました。ただジョーオルセンが体力少ない状況で1キル返して3 on 3の状況、スペイクの設置は通ります。さあそしてパラノイアをタイミング、いいパラノイアだ。ジョーオルセン3人目ワンボイツ1キル取れれば。いやこのポジションずらしたのうまい。上がったどうっと VT 構えたタイミング。マジでこのアビス両者譲らんかとかいですね。ここありますからね。おそらくこの配置的に切ってくるでしょう。さあ前見のラテーズラッシュだったらハンターズヒューリーのカウンターでもぎ取られました。アグレッシブスラッシュ飛んでますよゼスビーユ。おおうまっ。ただゼスビーユのポジションは現在ジョールセンが対応できました。そうですね、あとは設置のタイミングですか。モク抜け押されたれれ、ね、しかしノットレッドゲット帰ってきます。正面待ち続けるは NC スラッシャー。そしてメインの打ち合い、ここは制したなんてグローブ勝率一番高いもんね。であればオペレーターというのは分かっています。もう見るポジション限られますからね。ヘブンかスポン側か。武器の回収音は聞こえたでしょう。セキュリティから、うん、まいここは NC スラッシャー2本残っています。
耐えられるかバーサックス。ディジを破壊。寿司ボーイズも確かに結構嫌だな。壊せない。お、惜しい。あーっとギリギリ。リポジショニングしたタイミング、しかしヘッドを2発貫いていきました。強い。さらには斉藤ら攻略した白、うん、素晴らしいフリック。3対4での当たり合い。ブーム人数優勢でのリテイク開始。頼みやかった。ここは抑えている。しかしレビアタも1キル返してはいる。プラント1結構いいな。会場は鳴らしていますが、まだスパイク会場に向かうプレイヤーはいません。あーきつい。デスリュー、レビアタン落とし切り。これで 1v3 体力1。うわーいいフリック。うわ惜しい。もう分かりましたので白が対応できましたね。いやかなり揺さぶられていたラウンドの途中ではありましたけども、ブームインスポーツよく取りましたね。映れば一方的に抜けるという動きです。うわあいいフリック。これは大きい。 B 面進行 BTC 体力削られながらもリーチの仕事じゃないんだけど。ただここミッドでラークをしていた寿司ボーイズが白によって落とされました。フォックスも追われていましたが倒しましたね。ジョルテン体力が削られている。さあ一度フラッシュポイントで足止め食らっていましたが、白がカバーの射線を通してジョルテンを落とし切りました。飛び出したタイミング PTC 死認した。おおゾーン2、ここからアフターショックも使える。いやパラマニアも残っている。まずアフターショックデンジャー2段構え。いや効果完璧なパラマニア。クリティカルヒット。そして白は一度リロードが必要です。スモークされたタイミング、会場に向かうことは難しいか。ハーフから行っている。いやハーフ行ってる行っている。さあるぞ。これは抜けない。解除しているんじゃないかと匂わせる動き。あさあ早めの仕掛け、エントリーから素早いファーストショット。ただデスミユーが守っているポジションは PTC を抑えていきました。カウンターのショックボルトで少し体力が削られています。さあ裏側ワイヤーに1人引っかかりました。さあ結果ここに関してはフルセンス、普通にフルセンス取ったけど、このままラウンド取り切り成功です。うん、めっちゃ嫌味。 いいですよね。これ海外大会って海外旅行も含めてね、楽しいイベントですからね。うん、さあすでにセットアップ、エントリー始まっているが、ジョールセンのポジションは白が潰された。前に出 た。さあ白あらら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 。そして武器を変えた白暴れている。タイムアウト後勢いすごいですね。むしろ仕掛けていったのはジョールセン、押し付けに行ったんですが白がここを冷静に対処。そう、カバーローイン崩した 1V3。 ただこの車線は崩すことができるかという圧をかけています。さあ今回はキャット換気通路抜けの動き。さあタワーハサミの A プッシュです。ああすげえいい作戦。しかもスラッシュ、スラッシュ筆頭にサイトの中ブリッジで1キル返したゼスビュー。え、これ誰が捕まった。さあそしてメインが飛び込んだタイミングでトラップワイヤーによる牽制がありました。ただここはディジが投げ込まれていたことによってキルまでは繋がりませんでしたが、白サイトの中に飛び込んでの1キル返して、さあこれで3対4の状況。 PTC まだローリングサンダーが構えています。いやうめえ。おのおのが崩されてしまった。残った PTC、 メインがオペレーター、ピンが刺されて確実に位置が割れました。ここはもうオペレーターセーブの判断になります。ただ当然ブームも分かっていると思いますが、ジェスビュー、ナイスピー、肩を出してしまった。さあ MC スラッシャーサイトの中、ジョーンセンスモークを軸に入っていくことができました。しかしヘブンからの NC スラッシャー、PTC、マジうまいな。ただこのサイトの中重要でしたが NC スラッシャーここ対応。わーサイトまで入れなくて今の重要でしたね。本当うわー落とされたちょっと悪い方向にうわーそれブリーチ。思わず横を見ざるを得なかった寿司ボーイズ落下寿司でした。結構かわいそうだな今の、ね、グロいね。特徴が出た時にあローリングサンダーで落とすこともありえるかなと思っていたんですけども、はい、まさか味方が落ちていくことになろうとは、うん、あこれはちょっと教育上リプレイはなかったみたいです。まずはオブの獲得、早めのセットアップ、パラノイアからの A タワーエントリー。でも白返してますよ。ブリッジ奥から白が1キル返した。そして斉藤浦の光線ここ重要です。白再び守り切った。負けない。これでプラントしてるでしょ。負けない白。うわスキルもなフラッシュ系しかもラークスシボーイズできませんでしたね。スパイクは設置できています。あとはメイン側ので離婚うまいね。これ離婚壊せない。ここ余計ながらしかし離婚ボルト映った。おっとこれワンチャンス。いやないな。 GG 飛び出してくるビームディシペイト
そして打ち合い次第ですね。 PTC 重要な打ち合い、まずはヘッドを捉え、そしてもう一人いるの警戒はしていましたが、フェイマーズ勝ち切ります。これまだ寿司ボーイズもシード持ってますし、いやこれ死んだな、どっち最終行くか分からないですよ。さあまずはハイギアスライディングヘッドショット、チェックだね。これこのままいいかれるね、が出てきています。これフルセンス取ったな。これリンク見えたことによリテイクでフレキシブルに使えるスモークというのが存在しません。寿司ボーイズもカバーできるポジションですよ。さあリンク飛び出し、もう一人の部分は白、ここはカバーを取れました。トキシックスリスクリーンを上げて車線を切っていました。そうですね、寿司ボーイズの車線切りましたね。そしてがれき周り、弾一発、ここでリロード、この打ち合い全てだぞ。さあ寿司、あーうまい、ここは耐えた寿司ボーイズ。うん、しかし、サイトの中、女王の線、守りきることに成功です。寿司ボーイズ、B メイン前。アッパーの姿を確認した。ここは果敢に打ち合っていく。抜いた！うん、大きい。これで、リンク側からの道が作れました。あとはバーサックスのドア開けからのアクション。さあ、ドア開け。B メインの先頭は、寿司ボーイズ、反応はしている。うまく隠れてる。ドアが閉まるのを待ちたい、この時間帯。そして、C 周り。うまいですね、この動き。甘えてきてくれない限りかなり厳しいですよ。リテイクアビティが飛んできたところは一度アフターショックで足止め、先置きのオーディン。いやでもこれフルセンスめっちゃ有利だけどな。解除を鳴らしつつスモーク展開からのワンチャンス解除との狙っているが、グラビティメールは当たっていない。ここはフォクセカバーしていきました。ハーフ解除、ここは飛び込んでフォクセ捉えることに成功です。危なかったですね今。さあ B 当たる判断か、白箱裏に隠れたリスキーな立ち位置、ここは2人持っていけば問題ありません。やはり救うのは白か。ネビュラ、そしてドア開けから A 干渉、一度ナノスアームで足がストップ。さあそしてシーズ捕まったと、捕まったんですが、PTC やる、これは準備してないタイミングでもありましたかね。そしてフォックス B 前からの仕掛けで3段あります。願わくは使わずの突破というのを狙っていますが、オーバーピーク、ここはツーマンセル、これで 1V2、 残りオペレーター、順当に考えればセーブですいったんじゃないかとすら思いますけどね別に名前は隠す必要ないですけどね。いや、うん、まあそうですね、うん、さあ C 側早いセットアップ、グラビティより入れながらのサイトの攻略、振り返りでジョーンセン、これはフルセンスかもな。プレーターです。しかもセーブもさせない立ち位置に一人いるんですよね、PTC。さあ、NC スラッシャー、1キル返した。しかし、女王の線、サイトの上からのワンピック。さあ、オペレーター、一発打たせて、ブラインド状態でしたが、今回はクラシックで抑えてきました。ただ、まだ、グラビティウェルが残っています。ちょうど裏を取りに行った PTC。これで、スパイクの解除は難しいでしょう。うん。なんですよね。さあ、一度、プラント。ショーストッパーを滝川から使っていく、ま、ここは位置をしっかりと炙り出していました。ファイマーズポイントはプラントがまだできていないところですね。さあここはドア抜けからの B 選択を取っていましたが、その前には3名控えています。残った寿司ボーイズ位置分かってますね。最後はバーサクス取り切りました。これただすごい位置に飛んでますよ、すでにディフェンダースポーンですね。ヘブンとの打ち合い、いやレビアさん崩れた。ああ壁抜きダブルキル、オーディンの球数。さあここは長い時間をかけてのセーブ成功です。 PTC セットアップのための時間は稼ぎました。ドア開け読みのフェイマズ。さあそして B アクション、両方抜いた。かなり綺麗なカバーラインは作っていたんですが、ドアが開けられてしまうとひとたび崩れる距離感でした。さあそして C プッシュ、飛び込んだジョン・オールセンこそさばきましたが、すでにサイトの中入っています。さあそしてレビアタ抜きました。いやしかしあるぞ、フラントを抜き、そしてエシスタッチャー、カーディーゴースー打ち勝ってるみたいなのも多いですよね。そうなんですよね、うん、さあシーズグレイ再び A プッシュ、 B 早めのセットアップ、すでにオーバードライブ抜けてきたところはヘッドショット、そしてこれはスピード感ありますね。これは強いという間のラウンド終了でした。もう一回見ていきましょう。これ一人抜いてからのスピード感ですよね気持ちいやこの二人の安定感盛り上がってんな。それ会場も、いやこれ 7-5 いったらめっちゃワンチャンスじゃない。まあ、ロータスはちゃんと 55% くらいアタッカー側の選手だから、あのアタッカー側のレート高いから、
パラノイアスタート。先頭は当たっていません。これを無視して後続を狩るような動き見せています。そしてここ負けるのはちょっときついな。これ大きいぞ。そしてナイトフォールをリレーボルトはありません。体で戦うしかない。さあここはトレードができました。そしてロックダウン。ただこの距離感は危ない。ロックダウンを破壊しに行く。サイトの中はフォックス入れましたが、あとはロックダウン VS ローリングサンダー。いやー浮きちまったか。いやこれどうだ。さあドア開け、裏側の人数は非常に多い。プラウラーで階段で反応はありませんでした。パラノイアヘブン仕掛け。しかし裏からすでにたどり着いているのがリテイク対フルセンス。まずは PTC ワンピック。そしてツリーから飛び出したところ一気にエリアを取っていく。ここはサイトの裏まで攻略し、最後ドロップに残ったところはドームセン取り切りました。人数を配置しているのがフルセンスです。これトラップですね。見えたフォールトライン。そしてパラノイアのアセンスに打ち落としたジョーノセン。さらにはマットリを耐えてカバー許しませんでした。素晴らしいですね。なかなかいい A カウントだったな。 C もコントロールできているので早めの展開を潰せています。これで各所1人ずつエリアを見ることができている。さあそして PTC 裏側のタレットを破壊した後の展開先はドア側でしょうか。強いて言えば NC スラッシャーのポジションが難しいですかね、うん、さあ NC スラッシャージョーンセンの姿を確認している。ここはアッパースモーク抜け。しかし NC スラッシャーダブルキル。いい返し。あともうほぼ位置分かっていそうでしたが、さあ階段周りの存在のみが分かりました。ここから入っていきたいというタイミングでまずはアウトロー一発。しかしサイトの裏パラノイアを食らっていたところでしょうか。完全に孤立しましたね。場合によってはフェイマーズこれショーストッパー打てるか。さあドロップ NC スラッシャー。いやナロサーブでクリアリングができていない。えこれ入んないの。アフターショックもあでも倒せないの。なんとかまあ今むずいよな。 PTC 抑えることができた。そしてスシボーイズサイトの中突破していきます。あとは設置箱裏にいる。ああ惜しい。危ない。飛び出しからの1キルでしたがここはうまく回収できました。もう自身で前に詰めていくしか選択肢ありませんからね。オンとは破壊。さあフォールトラインを追いながら B メインの勝負。ここはアフターショック。さすがに元気だった。ちょっとまああのカウンターに対してね、うん、カバンに対して打とうと思ってたから今のはしょうがないな、ね、フォールトラインからの仕掛けで11トレード。そしてこの後フォックスおおよその位置は割れている。その状態でのダブルキル十分です。あとはファストリテイクをブームが止められるかどうか。さあただジョーンセンの立ち位置ここは潰した白。ここから戦っていくベントファイル打ち合い1ミリ貫いた白。寿司ボーイズ 1-1。 さあベントとの勝負の当たり合いはっていうところで使うんですかそれ。いやいやもういつでも使えますよ。さあここはちょっと音がありませんでしたがすでにファーストレーンを使ってがれきまで取れている。しかしこの打ち合いは制しているのはブーム。 BDC 最強前プッシュのアクションでしたけれどもこの状況かなりフルセンスの前当たりのアクションが目立ったラウンドでしたが最終的にはブーム。こいつらちょこちょこ意味わかんない場合してる。わざとなのかな。噛み合った形だと思うんですよね。フルセンス側もこう前に行こうとしたタイミングだったと思うんですが、ただ ZBU のねあの位置で挟み込まれる状況を作られてしまって11。さあいやこれウルトが強いね。差がなくなってきました。さらにジョールセン再びポジションを奪っている。パラノイアー、ね、あー倒せよ。ワッツアフターショック。アフターショック。えアクションに生きる。これは何が起きている。グルーが起きたの。弱体化入りましたかねおそらく。そしてコズミックディバイドによって一度しかし C リンクではすでに2人固まっています。ブリーチウルトがあるんでどうやって入れるか。しかもローリングサンダーがありますよこれ。箱上からオーディン。あこれマジでナイスシーズだ。入れないよカバーで入れない。シーズに捕まっているのでそうなんだよね。これマジナイスシーズ。うまい返しだ。おっとこれはうまい。さあリンクフラッシュポイント。しかもクローブもいないのでもうスモークなしの状態。フルセンス会場を1回鳴らします。ここからメイン側飛び出すところ寿司ボイド抑えた。残りはリンク確定です。さあしかし ZPU あこれ出ない。ガッチ行くぞ。ガッチ会場根性で通した。どうしたまあ、今確かに自分が1キルしたら相手にもプレッシャーかかってると思うはずなんですよ、うん、だからこそおそらくこのスモークでアクティティ切らせたかったと思うんですけどね。避けれない。さあパラノイアスタートサイトの中に入ることで成功。ショーストッパーはすでに抜いている。しかしフェイマズのショーストッパーを打ち落とした PTC。 ただ B でキル起こったのでローテートしますね。その先にバスカムを見たボックスは捉えられてしまった。バーサクス
あーわっ走り抜けた今のは何今のありなのかありなんだよ。ものすごい速さでのキルが生まれていました。こうなると2人の位置そうですよね、予想ついたというかもう確定してますね。マジ最強キル銃だったな。はいはい、ここ2人目、この後キル目も強かったですけども、あーやってるわ、止まってません。はい、止まってませんね。今レティクル通り飛んでました。アランボット、ナノサームが反応、ここでカウンターロックダウン。ただそこ、これさえ今してしまえばバイパーズピットの展開があります。プラントまで行けたらブーム有利。これブーム有利だね。壊さずに前に、あーうまい、ギリギリ壊した、ギリギリでバイプッシュ。うおーロックダウンの根元を完全にエリア取っていました。これ OT だろう。これはうまい、あー足音聞いてたね、うまい。そうですね、ロックダウンの時間差を生かしましたよね。今味方の命を天秤にかけてのギリギリの当たり合い、そして白、また白か、蹂躙している、横を捉えた、残り1人 PTC は抑えていきます。12対12オーバータイム、ティガーへと入っていきます。リレーボルト、そしてインサイドエントリー、ここは1キルもぎ取りましたが、バーサックスしっかりとカバー取れています。となると正面からの素直な当たり合いとなります。いや問題、おお、これは大きい、寿司ボーイズ、寿司ボーイズ、それはいいオペだわ。オペレーター2つ、頭が一瞬見えるか、見えた、うま、捉えていく寿司ボーイ、寿司ボーイズキャリーすぎるなこれ。フォックスの位置が少しブームにとっては怖いですね。刺身食ったことないわ。このポジション少し警戒するのが難しい。フォックス1人、それ2キル持ってかれるのきつ、これは大きい2キル、3対3、バサックスローですからね。このポジションクリアできるか、アランボットが反応、箱の裏側、フェイマーズ、いや飛び出したところは PTC 捉えた、しかしここからは遅延が残っています。オーディン、しかもホーンと上がった、ホーンとアランボット反応、そしてスモークの中に入ってくるようであればオーディンを、あーじじい、物量作戦は人数差で覆っていった。あーグーゲーム、4人待ってるサイトに対して4人でぶつ、いや3人でぶつかりに行く、うん、いい、めっちゃいいカウンター。ここはディジー、そしてキルをもぎ取っているのは NC スラッシャー。ただクラシックでキルまで持っていけるかどうか怪しいですよこれ。スモークすでに抜けています、背中を捉えている、ここはゼスビウス、そして追加のパラノイア、クリティカルヒット、おーいよ、うますぎだろ、持っていきました。さらにはリンク側からちょうど打ち方うましたけども、パラノイアも間に合って、ジョン・オルセンへのエイムですよね、2発でしっかり頭落ち着いていましたね。残り弾数4発を最大限使っていきました。そうですね、ファストレーンもなければリレーボルトもありません。アウトローいましたからね、さっきのラウンド。さあしかしジョン・オルセンノーアビリティで打ち勝っていきます。ただリンク側からのカバーを通した NC スラッシャー、よく下がれた、殺しに行けないな。リコンで位置は割れていますが、ここはモッシュピットで足止め、耐えましたね、アビリティを最大限使っていく、しかしリンクに対しては形状滝、車線を切りながら PTC の進行、そしてエルボーゲームでジョン・オルセンが抑えていますので、このサイトの裏にいる白の立ち位置重要です。ただ倒しに行きますね、フラッシュポイント入れたタイミング、ちょうど隙を突くような形で寿司ボーイズ前プッシュしていました。回って回って背中を取りに行く寿司ボーイズ、 B メインオペレーター、ここに駆られるとかなり痛い、乗船。さあ結果盤石の形を取っているブームの B サイトに入るしかないという状況です。リコンボルトサイトの裏、およその位置を炙り出したフラッシュポイントのカウンター、しかしスパイクの設置を優先していくが、アフターショックで返していく、ここはスパイクの横から飛び出してきた寿司ボーイズがサイトの裏、バーサックスを抑えていく、あーうまー、完璧、落としていく、いやナイススタンすぎる、これもノータイムだからね、うめー今の。いや白がやはりうまいですね、本当にプラントをカバーするアングル、なので単純に考えればホールドラインを設置しているプレイヤーに対して打って自分がピークするだったんですけど、はい、白のこれ打った先ってカバーを潰すホールドラインだったんですよね。なるほど、その上で設置しているプレイヤー狙いに行った、さあ先ほどからジョン・オルセンがファーストピックをされてサイトに入るためのエントリー努力がないという状況が続いています。ここはワイヤーを巧みにかわして、ただサイトの奥入り込みましたが引っかかりましたね、おそらくワイヤー。さあフェイマーズ、ジョン・オルセンの進行を抑えました。あとはサイト手前での耐久、ここはポチロン潰しに行くフェイマーズ、まあ、ボム取れてもだよな、スパイク取れたのでこれ
ただこれブームもちょっと冷静に、これタイミングエグいね。ちょっとあぶな、ちょうど警戒が切れたタイミング進行していましたが NC スラッシャー後ろを抑えることに成功。さあリンク、お危ない、うん、ADS 危ない。最後の打ち合いに添えて5対1フル先生追い詰められています。ファストレーン早めの仕掛け、さあここリレーボルトに巻き込みましたがシュラブセップギリギリ、いやまだ追い詰める、地獄の判断で、おここも出ました火打ち、いいアングル立ち回り、うまい、おーホークス裏側少し制圧しました。そしてワイヤーにかかったのでもう一人いるのは分かっています。ペイントダウン投げ込みからのフラッシュカウンター、しかしここは捉えています。フラッシュ避けながら、これ2名の位置確定ですよ。すいません、いやたまがない、クラシックで当たり合いに勝つ、武器を回収し、うまいね、出れない、ただオーメンにはシラウドステップのね瞬間移動的速さもありますから、いやー今 DG で一つしか音なかったので、うん、ああマップミスだね。当たった、箱上視認した。そしてサイトの中を破壊するはジョールセン、すでにフェイマーズの位置は警戒されています。ニューラルセフト最悪だな今マップミスたの、よほど甘えてきてくれない限りはラウンド取れないですね。1キル2キル取ったとしても相手もローリングサンダーを持っている状況です。さあかなり苦しいリテイク、ただエルボーかなり引き目ですね。ローリングサンダーここでウザーだぞ白、はい、ただここはさすがに白といえど絶対勝てないシチュエーションだったけどな、ね、インテド制圧はできますからね。ただサイト入るときに先ほどローリングサンダー一方的に吐かせる展開になりました。オーバードライブフォルトラインを入れながら、さあ B、 いやこのまま B 進行、ただ一度トラップアイヤー引っかかってしまった、アスメが食らっています。その中でまだ映ってる姿がちょうど映っていたタイミング、そこをオペレーターで貫きました。まずはフェイマーズ全てメインに完全に引き切っています。ただスラッシュこれメインに打てますからね。さあカウンタースモーク来た、スラッシュ来た、そしてあらゆるアビリティでチェーンしていく。ここに対してローリングサンダー、いや返してるぞ、でもいやウィング解除、抜けないぞ、ウィングマン、ウィングマンが当たった、あ壊れた、止めた、止めてる、止まって、抑えに行ったところワンブイツーハーフの音、飛び出して抑えた、時間ないですね。ここはウッピー捉えますが PTC 背負ってるなと。さあカウンターでいつでもフォールトラインが返せる準備整っています。ハイギアエントリートラップワイヤーかかりますが、サイトの裏味方にワイヤーを壊してもらい、サイトの裏を取り、ジョンオルセンこれですよ、ジョンオルセンは振り向きで倒すんだから、やらら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 ら、今良かったのはトラップワイヤー引っかかったんですけど、そのまま前行ったことで、味方のカバーで大丈夫だと思っていた裏からの射線でバーサークスがやられてしまったというところですよね。もうかかる前提でここはエルボーの進行などを抑えたいところ、いやメインに使ってきました。フラッシュポイントからハイギアリレーボルト、しかしパロワイヤー完璧だ。さあ白ヘッドショットでまずは1人返した、そしてショーソッパーを打ち放っています。マーケット抜け少しリスクはありますが、ここ落とされるとかなりまずいですが、さあ寿司ボーイズこれでないね、ディフェンダースポンガーのエリア確実に取り切りました。おただ NC スラッシャーが1キル返してますね。さあタピオカ、うわ壁寿司、さあここは強すぎ、進行完全に抑えました寿司ボーイズ、寿司ボーイズです。そして最後はレビアタン取り切りました。あまり食らっていないですね。これであればマーケットからの抜け、そしてファストレーンによるサイトの裏プッシュはまだ打ち勝った、バーサークス打ち勝った、そしてロングレンジフェイムズも取り切ったぞ。そしてニューラルセット相手の情報を取りに行く、3対5の当たり合い、なぜ打ち勝ったんだ今バーサークス、完全に追い詰められたポジションには見えました。スタン受けてましたよね、だって受けてたはずです。さあここからは木抜き当たり合いですが、シュラウドステップ箱上に乗ったシュラウドステップ、さあスピーやる、ただサイトの奥まで取らせなかったこの2名ですよね。バーサークスもジョン・オルセンに打ち合い勝ちましたし、いやーこれ B 面トラップ、さあ一度打ち合った、うわーフォルトライン、しかしカウンターのフォルトラインも飛んできている。ここはむしろ、いやでもこれ5人いるぞ、さあパラー、あー気持ちいいの刺さった、あらららら
今マーケットほぼスモーク抜きで崩しました。なんと言ってるんでしょうかね。さあマーケット、しかもジョン・オルセンが相当情報取れてますからね。 B 確定です。ここはサードラウンドスラッシュを使ってのうますぎないキャラコン。あでもこれワイヤー、さあ一度バインドの音が聞こえていましたが、ここはスシボーイズサイトの裏守りきっています。いやーいいこれねー掲示はうまいねー。ウィングマの設置は通ります。さあしかし相手の入りに対して逆サイド回ってきたところ、立ち位置を変えていたところはしっかりとフォックスを抑えていました、うん、そして最後マーケット、まあ、3ラウンド目フルセンスが逃げ込んだところに対してもしっかり対応できました。ブームのワイヤーカットしましたね。ショックガチで意味不明だったんだけど、さあこれで少し警戒をしなくてはいけない。映画は飛び出すけど PTC ヘッドショット、カウンターもうまくいかない、カバー許しませんでした。全力で下がりましたね。さあとなると少しボディで情報を取りに行く必要がありますが、それを抑えるは PTC、戦うしかないというですが、180度のクロスが組まれている。さあしかしエルボーが攻略した。あ背中はちょっと間に合わない。いやこれさすがに気づけないな、ね、これフルセンス取ったな。このさあフルセンス背中、あいやスモークの中ウィングマンなんで、うわ警戒してないちょっと。いやあああああここはしっかりと捉えていきました。白いからのリテイク開始、ディフェンダースポーン側マスカマイティの NC スラッシャーがどこまで耐えられるかの勝負です。カメリキで、ね、一気にタイトルを削られた。そして最後はスパイク解除成功です。まあこれミッチー理論によるとこのねやっぱね4ラウンド目16ラウンド目を取ったチームは噛み合いがもしまあかなり勝率が高そう、プレッシャーにはなる。そして詰めてますね、詰めただ一人詰め待ちの白、こういう時にキルを取るのが白ですが、ジョールセン反応した。こういう時にキルを取るのもジョールセンです。ディフェンダースポーン側2人、この立ち位置はレミアさん読めません。そしてショーストッパーを抜きさらなるキルを求めていくフェイマズ、うわーこれサイファーウッドニューラルセフト、いや位置分かったところで、あただメインの進行を早められましたね。さあ両者入れ違っているような形、ジョールセン最高の中に入ってきた、うまいパラノイア、ディフェンダースポーン側パラノイアでうまく抑えている。そして NC スラッシャー、そしてバーサークスともにキルをもぎ取った。残った PTC サイトの中かなり難しい当たり合い。さあスシボーイズキラー取れてるよ、タイムだ、いや違わないか。そうですね、最後はフェイマゼ、まあ、死んだね。さあジョン・オルセンの立ち位置は完全に把握されました。さあこれを受けて A 側に向かっていきます。その先に待ち受けるはスシボーイズ。スシボーイズこれ下がる気のないポジションだぞ。ワイヤー2つを信じて戦うポジションだ。ワイヤーリンクはカット、ナイス。しかしローリングサンダーを早めに使ってスシボーイズ狩りに行った。あっちょいよ、よく打ち勝ったのよ。今のアングル NC スラッシャー有利だけどな。設置に対してアフターショック一度返していきますが、プラント自体は間に合っています。2オン3オペウルトもあるしね。ネオンパラノイアガンのがめっちゃいいかな。これパラツコンでゴールするか適当にやってもかって、はいめっちゃ当たる。これはオーバードライブ切りたいですかね。あれ切らないのオーバードライブ。一つずつ取り返していく。さあ両スタンが当たってるという現状です。あーなんでー今のパラノイア最高のシチュエーションだったやん。会場を鳴らししかし銃声鳴っている。もう一度会場を鳴らす必要がある。いいデフィズチェック。フロムザシャドウズで確認か。そうですねうまいですね。えこれ一人はチェックしに行かないと。ここ何やってんの何やってんのガチを通すか。わー通したショット。なんで一人はチェックしに行かないと。またかのガチ解除。そうですね、うん、スモークの時間もギリギリだったんで、はい、選択肢はガチ解除しかありませんでした。さあ勢いに乗っていけるかフル先生。一気の A プッシュ。これはさすがにてか焦れよ。アタッカースポーンで普通に焦ってチェックしに行けよ。さらにはスラッシュ退路を取り返しに行く。焦ったらチェックするだろう。逆にさあこのカバーの車線に飛び出していく必要があるフォックス。しかしここアフターショックで起き取った。ノーリスクです。そうですね、うまいですね。アフターショック位置が完全に分かりました。これで B 側への安全な設置を通すことが可能です。いやーフェイマズの位置、いやーワンブイスリー。これブームエコトンのマジか。少ないところ位置もバレました。これきつ。しかも NC スラッシャーもいい位置ですね。ないな次ちょうどエコラウンドのオーバードライブ。いやこれミッドトラップなんですよねフルセンス。さあトラップが引っかかったタイミング、スシボーイズヘッドショット捉えた。そしてニューラルセットが十分届く距離。マニオットスパイクの設置はウィングマンに任せています。いやーこれワンチャンブリーチウルトにブリーチウルト B メインに打って突っ込むぞ。そのまま裏からリレーボルトを投げ込みながらのさらにゴー。ただフォールトライン一度食らってしまった。スタン状態ここは白返しがうまい。いやーこれブームエリア取り偉いな。裏反応して CT 側がっつり取り入ってるわ。
さあまずはエントリーのポジションに対してマーケット箱上ジョールセン1人を貫いた。しかし残ったジョールセンワンブースリー、うめえ、うん、正直フルセンス1番手か2番手の実力だとこのアセンション思ってましたけども、はい、ブームが間もなくこじ開きそうです。この4マップ目特に盛り上がっているように感じますよね。そうですね、もう本当勝利近づいてきてますからね。さあフォールトライン上路戦カウンターだ。ここは被害は1-1。わあ。いやミッドのトップの当たりや、うわー、打ち勝ってる、勝ってる。いやまあいいファイトだったけど、目の前に勝利が見えてきた。ブーム、しかし 1-on-3 という状況。いやバースアクスも HP 少ないっす、ないですからねこれ。さあ横を捉えるか、フラッシュポイント。サイバーケージが逆にこれワンチャンスありますよ。おお、魂のワンピック、スパイクドロップ。さあエリア展開、フラッシュは使わない。あー GG、 感覚を信じた BTC を。グッゲーム。